クエストの数減らしとかなねめちゃくちゃあるから。スクーマか。何の用だ。蜂蜜酒醸造所に関することなら後にしてくれ。何か用か。ヘルガにディベラの印をもらったはずだ。渡してもらおう。おかしなことを言うな。よくもそんな言いがかりをつけられるな。ま、説得でいくか。渡せば誰にも秘密は漏らさない。あの女と寝たなんて噂が広がったら蜂蜜酒醸造所で働く連中からの尊敬を失うだろう。その印が欲しければ持っていけ。どの道こんな面倒に見合うだけの価値はない。ブラックブライヤーの蜂蜜醸造所を仕切っているのか。メイビンブラックブライヤーに蜂蜜酒の生産量を維持するよう頼まれている。それが私の仕事だ。働いているのは役に立たない連中ばかりだがな。自分が仕切るようになってからは蜂蜜酒の生産量がそれまで以上に高くなったんだ。そして蜂蜜酒醸造所が儲かれば金がたくさんもらえる。そういうことさ。正しい仕事なのかねそれはね。メイビンブラックブライアーについて教えてくれ。メイビン夫人はスカイリムの人間となら誰とでも取引している。実は町全体を掌握しているとしても全然不思議じゃないね。ミストベイル砦でもいつも歓迎を受けている。ここだけの話、いろいろな帝国の要人たちともつながりがあるらしい。メイビン夫人に盾つく気ならやめておけ。かなり多くの者を雇ってさまざまな問題の対処に当たらせているからな。うん、ああそれは重要だな。酒は嫌いじゃないだろう。安い蜂蜜酒なんかどうだ。うるせえ。町一番の蜂蜜酒を安く売っているんだ。興味あるのか。蜂蜜醸造所で働いているのか。そうだ。じゃなきゃこれだけ良質な品をどうやって手に入れ、こんな安く売っていると思うんだ。メイビン夫人がただ同然で誰かに譲るとでも。夫人はかなりの額を稼いでいる。こんな品物がなくなっても気づかないくらいにな。遠回しで言ってるから意味がわからんな。安い蜂蜜酒を売ってるのか。いやいや、勘違いしてもらっちゃ困るよ。安い蜂蜜酒など売ってない。質のいい蜂蜜酒を安く売ってるんだ。ブラックブライヤーの蜂蜜酒をね、宿屋や酒場が醸造所から買う半分の値段で売っているんだ。ただ酒を配達してくれる人手が必要でね。リフテンを離れるのを誰かに見られて怪しまれたくないからな。配達の内容は、ブラックブライヤーの蜂蜜酒が入ったこの小さな樽をイヴァルステッドの宿屋ヴァイルマイヤーにいるウィルヘルムに届けてほしいんだ。これを運んでくれたらウィルヘルムが配達の品と引き換えにあるものをくれる。仕事の報酬としてそれを受け取ってくれていい。それともし醸造所のインダルインに偶然会ってしまっても何も言うなよ。あいつはすぐに密告するからな。それじゃ違法行為だ引き受けよう。よし、じゃあ頼んだぞ。いいか、このことは秘密だぞ。わかった。友よ、神々の祝福がありますよ。すまないが、今はお役に立てない。今は間が悪い。大切なものをなくしたばかりなんだ。アスゲールスノージョット。喪に服している理由を聞いてもダメだろ。ストームクロークで戦場の乙女として仕えていた。なるほど。先頃彼女が戦死したと聞いた。口に出すのも辛い話だ。そのことについては両親に聞くといい。何にせよブラックブライヤーの蜂蜜酒醸造所での仕事が忙しいのが救いだ。いろいろなことを考えないで済むからな。両親について聞かせてほしい。若い頃父はストームクローク兵士だった。今は町を徘徊しては憎しみをまき散らしホラーを吹いているだけだ。
母はタロスの女司祭だ。祭壇の手入れをし、神の道を説いているが、まともな神託を伝えているかどうかは知らない。両親と不仲なのか。政治的信念と家庭の価値をごちゃ混ぜにして考えないでくれ。両親には変わりない。とても愛している。両親は妹の死をきっかけに、ウルフリックとヤツの戦争に対する考えに関する見方を歪めてしまったのだろう。ウルフリックの意図するところが、両親の考えるほど高貴なものか疑わしい。ウルフリックは自分のことしか考えておらず、その他は見せかけに過ぎないのではないだろうか。今の話はここだけの秘密にしてもらえるとありがたい。両親がさらに子供を失うのだけは避けたいからな。分かった、まあ、俺もそう考える方だと思うんだがね。蜂蜜酒醸造所と関係があるのか。ああそうだ、メイビンブラックブライアと提携している。彼女がこの場所を立ち上げるのに必要としていた資金を融通したんだ。今のところはよろめきながらもうまくいってる。実際彼女がこんなに早く事業を生み出してくれたことに驚いてるよ。名前こそラベルにないが、自分の血や汗、それに涙が一滴一滴に込められている。もちろんただの比喩だけどな。話せてよかったよ。俺もだ、楽しかった。ああ仲間のノルドか。帝国に戦いを挑むんだろうな。帝国に忠誠を誓っているなら特に話すことはない。ウルフリックを助けるか挑んで死んでいけ、中間はない。マルカルスへの配達に感謝する。何かお役に立てることはあるか。町は初めてか。釣りにでも来たんだろう。お、ここにいるじゃないか。私を煩わすからにはよほどの訳があるのでしょうね。おどきなさい。自分が冒険者に向いていると自負しているのか。いずれにしろお前の腕前が実戦で役に立つとは到底思えない。じゃあ頼んだぞ、守備に伝言を届けてくれ。はいはい、あったね、そんな話も。 B&バルブへようこそ。いやー、やることいっぱい。砂を飲み物もご用意しています。ああ戻ったのね。何を見つけたの。こんにちは、何かご用ですか。グリムシーバーはどうした。体験だね。何年も前にドゥーマーの廃墟で亡くしたの。あれがないと生まれたばかりの赤ちゃんみたいに無防備な気分になるわ。代わりが見つかるとは思えない。代わりに探してこよう。そんな危険な旅を引き受けてもらうわけにはいかないわ。無駄足を踏むだけよ。大丈夫だよ。だけどその目の輝きを見ると警告しても意味がないようね。グリムシーバーは無人チャデフトのドゥーマーの廃墟にある。気をつけて進んで。あの廃墟で危うく死にかけたわ。そうか、目の輝きのこと言われたんだ。ちょっとびっくりした。無人チャレフトで何があったんだ。廃墟の奥を探索していて、とても大きな像に襲われたの。あんなものは初めて見たわ。その巨像の攻撃を受けてグリムシーバーが手から離れてしまった。そしてひどい怪我を負ったのよ。ドゥーマーの化け物から這って逃げてどうにか外に出られたのは本当に幸運だったわ。そのまま倒れていたんでしょうね。気づいたらアイリンがそばで解放してくれていたの。なるほど。気をつけてね。私のせいで死んでほしくないの。大丈夫だ。ムジョルによればこの町全てがこんなじゃないそうだ。そのうち外に出て本当かどうか確かめてみる。これ欲しいな。お願いです。1ゴールドだけ恵んで。1ゴールドだけでいい。そのくらいいいでしょ。もう分かった。まあありがとう。心優しいあなたに神々の恵みがありますように。さてと
シビブラックブライアと話す。そう、これをやろうか。グレロットをやる。どこ行っていいんだ。ここか。いやでもどうやったらいいんだろうね。魔法でやると多分目立つんで、弓矢かな。多分一撃のような気がするんでね。そんなに市民が強いことはないだろうから。見つかったよ。影を盗む。自分でも持ってるでしょ。やるとこ見たんだ。盗みも良くないな。一応どの本か分かんない。これか。アベンタスが逃げた時、グレロットは前よりもっと意地が悪くなったんだ。絶対誰か殺されるって思ったよ。でもあなたはスカイリムとそのために対して罪を犯した。何か釈明はある？あなたには負けたわ。降参だ。罰金で許してくれ。賢明ね。城まで来てもらうわ。盗品があれば没収して自由の身にしてあげる。もちろん罰金は払ってもらうけど。いとこはドラゴンとの戦いに出てるんだが、こっちは警備任務だ。私の剣に付持してはもらえないかしら。古い生倉でタロスの忠実なるしもべに何か手伝えることは。スノージョットの人たち多いな。大丈夫かな。入って。あなたには負けたわ。一人殺せばたくさんの問題が片付くの。可能性って不思議ね。もうやめて、降参するわ。一人殺せばたくさんの問題が片付くの。可能性って不思議ね。怖え。アベンタスがグレロットを殺すって話し始めた時、まさか本気で言ってるとは思わなかったな。アベンタスが逃げた時、グレロットは前よりもっと意地が悪くなったんだ。絶対誰か殺されるって思ったよ。信じられない。グレロットが死んだ。本当に死んだんだ。信じられない。グレロットが死んだ。本当に死んだんだ。ママ落ち着きなさい。もうやめて、降参するわ。あなたには負けたわ。あなたの勝ちよ。降参するわ。あなたには負けたわ。
いやー、見つからんようにやりたかったね。もういいでしょ。はい、すんげー発狂してる出るか。いやー、子供を家に迎えようかなと思ったけど、どうも無理っぽいな。仕方がない。じゃあとりあえずアレティノに報告をして、それでちょっと終わろうかなと思います。いや、静かにやればよかったな。どうやったらいいんだろう。ここだ、ここ。違う。ここだ、ここ。お邪魔します。で、親切者のグレロットだけど、どう？みんなの前でやっちゃった。親切者のグレロットは、亡くなった。やったー！やってくれると思ってた！やっぱりだ！闇の一党が助けてくれるって信じてた。はい、これが約束のもの。きっといい値段がつくよ。ありがとう。本当にありがとう。アルティノ一族の家宝、家宝を売らなきゃいけないってな、かわいそうだよな。でもしばらくしてから孤児院に戻るよ。みんなに時間をあげなくちゃ。ほら、いろいろ片付ける時間を。しばらくしてから孤児院に戻るよ。みんなに時間をあげなくちゃ。ほら、いろいろ片付ける時間を。わかった。ま、みんなと仲良くね。いや、俺行けなくなったからな。あれかな。アレティノが戻ると、あの女性に説明して、仲良くなれるみたいな。なわけないよな。ドアを閉めてやればよかったのか。アホなことしたね、そう考えると。離れてやりゃいいやと思ったんで。はい、じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。なんかお話が多かったような気もしますがね。レベル上げよっか。で、残りは、ウィンドヘルムでは多分、今のところここまでかなと。で、ジェイザルゴの実験どっかやろうか。アズラの星を見つける。うん。これ無理なんだよね。吸血鬼ね。で、ゴールドールか。はいはい。はいはい。まあ、この辺りもちょっと進めれるかなと思うんでね。リフテンに行くんで。それでは、ご視聴ありがとうございました。